イードメネウスの帰還パレニール、フランスイードメネウスは、ギリシア神話の登場人物である。長母院を省略してイドメネウスとも表記される。クレータ島の王。デウカリオンの息子で、クレーテート、兄弟、モロストは、イボ兄弟。クレータ王ミーノースの孫にあたる。息子の名はオルシロコス。ヘレネーの求婚者の一人として、クレータ島の軍勢80層を率いて、 トロイア戦争に参加する。モロスの子メイリオネースは、彼の従者であり、戦友である、アガメムノーンの助言者の一人。トロイア戦争当時には初老であったが、アガメムノーン、ディオメデス、ズ、オドゥッセウスといった赤いアゼの英雄たちが、ヘクトールの猛攻で傷つき倒れた際に、基地を救うべく奮戦している。トロイアの木馬の中にいた赤いゼの一人であり、十三人の敵兵と、 グレムーサを倒している。トロイア戦争を無事に生き残り帰国した。アテー内のアポロドーロスによる後の伝承では、帰国する際に、イードメネウスの船は嵐に遭遇し、ポセイドオンに、この状況から救ってくれるのなら、国に戻って、初めて会う者を生贄に捧げると誓った。しかし初めて出会ったものは、彼の息子で、イードメネウスは彼を生贄に捧げた。 神は息子を生贄に捧げたことに起こり、薬病をクレータ島に使わし、クレータ人はイードメネウスを追放した。その後彼は、アナトリア半島のコロポーンで亡くなった。マルクス・テレンティウス・ウアロによると、サレンティーニ人は彼の子孫である。他の伝承では、レウコスという男が、イードメネウスの妻、メーダーを誘惑し、後に殺害、王位を奪って、 イードメネウスをクレータ島から追放した。アクターバーグラの仮説によれば、ファイストスの円盤はイードメネウスに言及している。モーツァルトの1781年のオペラセリア、イドメネオは、イードメネウスのクレータ島への帰還を題材にしている。小惑星イードメネウスはイードメネウスにちなんで命名された。ありがとうございます。